どうも、ブロシです。ご視聴ありがとうございます。今回もガサガサにやってまいりました。今回のポイントはいつもの上流のポイント、こちらですね。ここでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。でね、始めてすぐなんですけど、マムシがいます。マムシの幼体ですね。ここで寝てるんでしょうか。刺激せずにしていきましょう。あ、いたいた、見えた見えた。よし、しゃあ、行くね。全然いるわ。バカでけえスミリンゴが取れた。はあ、でっけえ。何このサイズ、でっか。こりゃでけえな。お、お、なんだれ、なんだれ、え、モグラだ。モグラがいる。モグラだ。あ、落ちちゃったのか、水分に。何やってんの。モグラってよう見ると可愛いよね。目が退化してもほとんど見えてないんですよ。嗅覚だけで生きてるようなもんだよね。あー、こりゃ他ちょっと死んじゃうな。この子助けてあげようかな。よいしょよいしょ。モグラは助けてあげた。感謝しろよ。ここだな。いったいったいった。いつもの扇風機のポイント、降りられる場所が、はいはい。やっぱ深いね。一匹は絶対にいるぞ。しゃあ、その一匹かどうかはわからないけど、国家個体、オスだね。ゲット。でもさっき上から見たらこいつじゃなかったんだよね。ってことはまだ一匹いるね。いるいるいる、ほら。しゃあ、メス、次はメスだね。二匹目。いた。見つけた。これまたでかいな。バカでかいな。こいつはでけえな。最大サイズじゃないか。30ぐらい、20後半から30ぐらいある。これうわあ、うわあ、まだまだ腐るほどいるね。詰まってくるね。ここで下げてる人がいるんだろうな。前よりだいぶ減ったな。そうしてやがる。うめ。
よし。はい、本日の結果はこちら。ミシシッピアカミミガメ7匹。いつもの上流のポイントだったんで、もうだいぶ少なくなってたんですけど、一箇所ね、池とつながっている場所があって、そこにはまだたくさんいましたね。まだ駆除を始めて1年も経ってないので、これからね、どんどん数を減らしていきたいと思います。ということで、この子たちは僕が食べたり畑に肥料にしたいと思います。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。